かわいいね。鉢作りました。こんな感じで全部Qさんの落花入ってます。何個？今20個。これは田口さんが、Qさんが買ってきた型ですよね。型に、ね、ナットっていうの、これ、うん、こういうのもありますと。こういうかぼちゃみたいなの作ってね。そうですね、削って枠作って削ったやつですね。この後工程は工程は、素焼き、これまだ焼いてないので素焼きして、うん、で釉薬つけて、で本焼きですね。素焼きしたやつは今端にある鉢がこういう白くなるんですよね、乾くと、うん、あ、この間のやつ。そう、この間のやつですよ。だからこんだけ色変わった。これは Q さんが作ったやつ。そう、このね、めくれてる感じで。そうこれ私可愛いですね。まあ、ないんじゃないですか。ね、こういうつながっていいですね。ね、売るかは分かんないですけど、売り物になるかどうか。1万円。1万円です、これは。これね、一番出来が悪くて1万円。付加価値です。小関さんに作ってもらって、僕がつけました。そうです。ギアを。超責任を押してますよね。これがね、植えたらいっぱい作りましょうよ。こっちは、まあ簡単にいくよね。簡単にいくけど、こう貼るのが、これがね、時間かかるから割れちゃうから、これだけだ、こっちだけだったら楽ですけど、でもこっち側の方が良くない？いいですか？これいっぱいついてた。結構ホットですね。見本に色つけるやつね、これね。いろいろ色つけます。とりあえず選んだのがミント、ピンク。ピンク。これが黄色。黄色。これが、なんだろうね。しがらき。メーカー名だから、こんな色。はい。と、これがライトグリーン。ライトグリーン。ちょっとマット系。で、金曜。とこれが青銅青マットの色をつけます。1,2,3,4,5,6,7,7個だ。これ気にせずピンクね。ピンクで沈殿してるんだね。これをまず混ぜる。おお、そんなマシンで。危ない。ヘラ大事。足までつけたいよね。そこまでつけると埋まっちゃう。ギリギリ、そうすると入ってくるかな、どうかなっていうところなんですけど。なるほど。ギリギリ、ここでギリギリ止めないと、こっちまで行っちゃうと全部使っちゃうんで、中は入れたくないから。これね、石田さんが作ってくれた、ホットボンドですか、これ。はい。ね。あ、ひっくり返して。で、ワイヤー、そう、ひっくり返して、で、ここが穴なんですよね、空気穴だから、はい、ここさえ塞いで入れれば、そのお風呂の桶をひっくり返してやると、あの空気入って泡ポコってなるじゃないですか、はい、それと同じ原理でこうやって押さえてで、このまんまギリギリ、はいはい、もうあー、ピンクになった。マーク消える？マーク消えそうじゃない？消えそうですね。でも多分焼いたらわからないんですよ、まだ、残るかもしれない。消えるかもしれない。これどうするの？この後。これは乾いてないです、まだ。触ると、ほら、こうやって剥げちゃうから。乾くまで持ってるしかない。結構早く乾くんですね。いや、乾いのはもう触りますけど、これ遅い方ですよね。マークがうっすら出てきた。あと、ドボンって手数を上げるのと、ちょっとつけとくのだと、やっぱ違いますよ。こんな便利グッズも。洗って、次はミントね。
っちがガス釜で、はい、こっちが電気釜。全く色が違う。同じ薬ね。粘土もちょっと違うけど、はい、これもだからさっきと同様に同じ原理です、うん、内側には入ってないの。うん、うん、いちいち。どうです。ああ、入ってない。入ってないですよね。可愛いね、これ。今まだ焼いたら違うんだろうけど。ね。あ、こう。これ割れるの。この日々日々。日々日々はそのまま残りますか。さっきの脳みそ。あ、脳みそになるんですか。あれか。ひびが入るとこうなるんですか。うん、じゃあ入んない方がいいですよね。入んない方がいいね。それはな、水分量ですか。これは、うん、とガス釜だとこうなんだけど、はい、あれは電気でもなるね。なる、うん、あんだけひび入ったらね。お、濃すぎるのもある。ああ、つけすぎた、うん、時間が長かった、まあ、説明して使ってる時間が長かった、うん、この部屋暑いじゃん。暑いです。すごく暑いじゃん。はい、そう、多分バケツの水が蒸発して濃くなっている可能性もある。これ普通水で薄めるんですか？だ、水、水だけ。水でいいですか？うん、一番最初は粉ですね、釉薬。いや、いろいろ。うん、いろいろなんだ。液体もある。で、ちょっと短めの方がいいですか？短めも、はい。さっきのは足元にあれだったかな。濃くても、もともとこう、ほら、透けたりなんだりするから、薄い色だから。大丈夫です。じゃあ、足元にあるやつつけます、うん、の方が。そっか、うん、ギリギリ攻めなきゃいけない。まあまあ色見本。そうね、色見本。はい、じゃあ同じよう、はい、中もちゃんと、うん、ないですね、湯薬入ってないです。入ってないです。これなんか匂いがありますね。ね、すごい。匂い？匂いがない。うん、なんか。なんか匂いがすごいするよね。うん、水が腐ってる可能性。何それ。逆に色が良くなるかもしれない。混ぜくん。残り混ぜくん。これって。洗った時の沈殿物とか、うん、あとこういうところにポタポタ垂れるやつをずっと足してるから何色が出るか分かんない。あ、楽しい。こう少なくなったやつをもうつけられないからってここに混ぜて足していくのね。で、現状はちょっと薄紫が強い。現状はね。どっちにします？いや、任せますよ、田口さん。どっちも。どっちも？で、これはやったっけ？やった。あ、やったか。じゃあ全部やったんだ。2、4、5、6、7色の混ぜくん。残り混ぜくん。2本。誰が作ったの？これ Q さんです。あ、これ私作ったの？うん。こんなことで作ったんだ。これ残り混ぜくんのちょっと前の色。ああ。もうだいぶいろんなのまた混ざってるから。また変わってる。これいけっかな。楽しみ。ダメだった。斜めがいいかな。はい。あとは焼いてみないとわからないでしょ。これを焼いてみて、でそれで、あ、この色いいなっていうのを増やしてみるっていうような感じです。でも、とにかく2色混ぜたりとかね、あるんじゃないの、たまに。たまにやります。縁だけやったりとかね。こり混ぜくんに、例えばこれ黒縁にしてみる。そういうこともできるんだ。押さえないとでしょう。いや、大丈夫でしょう。あ、そう、ちょんで大丈夫。もう、曲がったね、うん、曲がったって。もうこれ混ぜくん曲がったね。でもこういうのが味になりますから。なんか美味しそうですね。確かに。アポロチョコに色見本、はい、で、ここで焼くんですか。今日焼くの。こっち。あ、こっちか。じゃあ次回来た時にこれを見て、
湯をつけてる。そう、そうですね、そうです、ね。最後8足りてる？足りてるって。何個作った全部で？いや、あートータル。トンタル。トンタル。トータルいくつだろう？40個？40個ぐらい。いったかな。焼くところまで。はい。お別れと。お別れということで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。釉薬をつけてテスト焼きました、うん、はい、が、はい、こちらです。はい、持ちますか。はい、でこれが黄色、黄色のやつですよね、うん、薄い、薄めのなんかベージュみたいに見えますよね、なんかね、あんま動かさないでくれ、はい、ごめんなさい。で、これが普段自分が使ってるやつですよね、精度青マット、うん、これあんま見えない。これはあんま見えないですね。で、これがライトグリーン。ライトグリーン、いいですね。ライトグリーンはいいですね、これね。で、これは金曜と、なんだっけ、金曜かな、うん。で、これは水色、わからない、わからない。まあ、これはじゃあ後で確かめて、うん、はい、これもいいですよね、薄くて、うん、だとこれ、これも、濃い、うん、これも柄は分かりやすい、うん、出てますしね、いいんじゃないですか。あとは、ピンク、これはちょっとダマが、ダマが、うん、こうなるんですね。ひび割れのやつ。ね、ひび割れの、うん。これボツだね。あ、それがいいと思う。あ、そうですか。うん、じゃあ何個か。でもマーク見えない。全然見えないね。こういう埋まっちゃうやつはマークのところに、ね、ネジの。あ、ネジ。青く塗ったんだ。これ。あ、撥水剤。撥水剤ってその部分には薬つかないから。あ、そうなんですか。じゃあこれ白く残るっていう。そう。へー、その逆パターンとか、あ、そういうことなんですね。ここ素焼きした、うん、で、紅茶混ぜがこれ、紅茶混ぜがこっち、残り混ぜくん、残り混ぜくん、残り混ぜくん、いい色だ ね。これ田口さんが作ったやつ、あ、私、うん、たまりがいい、よくなったね。うん、まあ、田口さんって言っていいんでしたっけ、いいですよ、田口さん、なんでもいいです。これが二度塗り、これいいですよね、おかげね、ということで、はい、どれにしますか、どれにしますかというよりも、うん、あれだけいっぱいあるので、うん、これは、うん、これはこの色かけようって、あ、なるほど、あ、決めながら分けて、うん、そうそうそう、なるほど、向こうが、じゃあ分けますか、先生いいですか、はい、分けましょう、はい、はい、分かりました、師匠、師匠じゃね、やってってやめてください、そんな師匠で、まあギア、これもやりたいです。例えばこの色はこれって、うん、この色はこれ、なるほど、って感じで仕分けをした方がいいか、ね、じゃあ、はい、仕分けしましょう、はい、で色のレパートリーはこれは電気釜なので、次これガスで焼きたいのね、じゃあガスで焼くんですか、じゃあ色変わっちゃうんじゃないですか、色変わっちゃうんだよな、困るね、電気の方がいいか、天気の方がいいんじゃないですか、テスト、天気なら。こう、金色変わるよね。金色あたりとか真っ赤になる。そう。まあでもビビッドなカラーにはガスの方がなるってこと。うん。まあでも分かんないもんね、そしたら今日どんな色になるか。そうそう。テストの、段階、これ焼いたやつなんですけど、これ焼いたやつだと光沢は出ないんですよね。うん、ね、でガスの方が出るっていう話、うん、基本釉薬塗ってガスが釜に入れます。いや、テストは電気で、全部テストは電気でやったんですけど、やったけど、で電気でやったのもたまたまね、電気に空きがあったからそこに入れたってあれで、うん、で、本番は、ガスが主体で、じゃあ今ここにあるテストよりもまたちょっと違うものが、うん、そうですよね、できるってことですね、うん、これなんかはもう全く違う色になる、全く変わっちゃうんですか、うんうん、青銅青マットはほぼ変わらない、うん、ピンクはちょっと焦げた色、こんなに差が違う、だからこれ土目も一緒ですか、これ、あ、違う、これは違うか、違うけど、でもこんぐらい変わりますよね、土目も変わりますよね、ピンク塗るやつ選ばれてない、ピンクは選ばれてないですね。ちょっとどかしとどかしちゃったんで、ね、嫌なんだね、ダマがダマがね、これ超売れるよ、これ、それはなんかあれですけど、そういうとこ可愛いよね、それはいいですよね、だからそれがガスになった時にどうなるかっていうのは、はい、はい、だテストの色だけと
まあ、一応まあガスに変わるんでちょっとどうなるかは分からないということになりましたと、はい、じゃあ塗っていきます。塗っていきましょう、はいはい、隙間にね全部埋まって分かんなくなっちゃう可能性もあると。例えばこういう隙間に釉薬が入り込むのね、うんうん、取れそうで危なかったやつも釉薬の力でこう、まあ、サランラップでコーティングじゃないけど、うん、ただよく分かんなくなりましたね、うん、ただの同じ色の出っ張りにはなる。僕なんか気泡みたいな、うん、これはね溶けて馴染む。こう、まあ、例えばこれだったら緑なんで、うん、このギアを薄い黄色塗ってから水剤やってから土分した方がいいね。いい、うん、じゃあギアのやつはそうしましょうか、うん、じゃあお願いします、ね、あ自分がだったらいいですけどね。真っ白のやつだったらねちょっとギアが目立たなくなる。でも周りの色が濃ければ白いギアになる。まあそう、じゃあやっぱギアに撥水剤塗ります。表面だけ、表面でしょ、前だけ、うん、間には塗らない。脇調は塗らない、うん、はい、じゃあ塗りますか、はい、で塗らないバージョンも作りますか。これ平気だな。塗らないバージョンは薄いやつだったら平気ですよね。この色は、うん、やらない方がいいかな。それはね、精度は思ったこれがもうちょっと緩いやつ、うん、そうだったら、うん、そのまま、うん、そうか、じゃあ分けて作りますか、撥水剤、うん、あ、新車ほら濃いとこ、薄いとこ、あ、こんな、これ同じ薬なんですか。同じ薬、面白そう。だから胴腹が赤でギアの薄いところが、あ、最高、これが一番いいじゃないですか。出っ張りだけがこの色になって中の濃いたまりは赤くなるとか。これはこうやってつけたのね、こうやってジャブンって。ここにたまるわけじゃん、濃いのが、うんうんうん、こうやってジャブンつけるじゃん。あ、俺見ていてジャブンつけるじゃん、そう、ここにたまるじゃん、うん、流れたのが。で、濃いとこは赤く、うん、薄いとこは青磁の。あ、青磁か。だからこのギアにやれば青磁なんですね。ギアの出っ張りの薄いところはこの青磁の、うんうん、そうしましょう。濃いところは赤くなる可能性がある、うん、はい。ただ全部出ない時もある。じゃあまた選ばないとってことです、うん、それだからギア付きのやつですね、うん、じゃあとりあえずこれだけ選びましょう。今まで薄かった、あそこの使ったやつ全部サラですもんね。サラサラ、ちょっとまたぽってりした試写さん、ドロドロですよね。焼くとでも締まるらしいんで、ちょっとまあ試しにこれだけ、これだけ、あと2個、いやもうとりあえずやります。やっぱりギア目立つように薬をかけないか違う色を塗るか。違う色を塗って色付けするってことですか。違う色を塗ってそこにもう一回撥水剤塗って、うん、じゃあ塗る色は、じゃあ一回黄色でやってみますか。さっき言ってたし、大事これ、ほら、これが間釉薬マイナス、あれでしょ、黄色で外側が青っぽい感じ。塗ってから撥水剤するのがありなんだね、初めて知った。似合うかね、黄色とこういうのない話、なんかね、何層かになってる。還元還元生還元生はい、終わりました。全部塗り終わりました。で、7色 ?8 色、まあ、7色と透明とかけないやつ、かけないやつは焼き締めね、ここら辺のが。で、釉薬かけたやつですけど、ここから化学変化が起きて、まあ、この色じゃなくなると。入れてからのお楽しみとなりますね。これで全部ですか、商品は。これで全部ですよね、一応。違うでしょ。あ、石田さんのがまだやってないから、俺忘れてた。まあ、あるけど
ですが、まだ塗ってないですね。だいたい40パチぐらい。40とあと20だ、70パチ予定。予定ね。予定？うん。あ、そうなんですか。増えるってことですか。いやいや、頼まれたのが70。60？あれも入れてですか。ジータも入れて？入れて100じゃなかった？あ、そうでしたっけ。そんな頼んでました。そうだっけ。うん。総数で100、うん、たくさんあるみたいなんで皆さん。あの在庫にしたくないんで買ってください。本音が。じゃあとりあえず、はい、次回来た時に、うん、そうですね、釜開け、釜開け、はい、しましょう。釜開け、釜出し、釜出し、これがどうなってるのかと、ね、いうことですね。じゃあまた。じゃあまた。じゃあまた。はい、バイバイ。こんにちは。こんにちは。この間素焼きして釉薬がけしたやつが出来上がったんで、石原さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、はい、釜に入れたのはいつでしたっけ。焼いたのが日曜日。日曜日、うん、で今日火曜日、2日前に入れた。入れた、はい、でその様子は画像で送ってもらってるんで、ここに今出てます。はい、こんな感じでした。はい、はい、じゃあ開けますか。はい、開けてください。いつも今73度ね、うん、この中ね、この中いつもだと焼いた次の日焼けると大体250度ぐらいで、うん、あちちの状態でいつも開けてるんだけど、はい、今日は73度まで落ちてるんで、はい、今日の出来はいいと思う。あ、そうですか。ちゃんと冷ますとさ、割れたりピンって加入が入ったりっていうのが少ない。少ない。よ、はい、おー、あ、色、おー、なんかいろいろ入ってる。でも暑いからね。でも暑いんだ。70度だから、まあ、なんとか。おー、熱いのが来た。これ、どれがどれだろう。あ、こんな感じになるんですね。このコンクリっぽいやつに塗ると透明。うん、あ、チータとコンクリだけ。この辺がそうかな。どれがどれがわからない。ここら辺とか、うん、いろいろね、どっか一段割れてる、ね、あ、焦げてる。お、これいいじゃないですか、これ。多分この段が、あ、ネジのやつ。あ、かわいい。あれ、かわいいじゃない。と細かいのはこう隙間にいろいろこう入ってるんですか。うん、こういうのも面白い。これどうするんですか、この先は。あ、1個上から取っていくんですか。1個ずつ取っていく。こっちは下から取ってる。さっとジェンガみたいになる。ジェンガって。え、分けなくていいのか。取りながら分けていって、うん、ちょっと厚いぐらい。これは？そう？これは石田さんじゃないですか。うん、そう。もうこれ毛細球入ってる。球種を。これいいじゃないですか、これも。石田さんのここ。うん。多分毛細球全部球だから。あ、この辺も？うん。あ、本当だ。しかも新しいラック感じのね。そうそうそう、何色？覚えてない。あ、同じものは作れる。なんか緑じゃなくて青っぽい。青っぽい。多分でも緑なんですよ。何これ？グラデーションになってるね。これだと思う。こんなに変わるんですか？粘土が違うんで。ね、あ、コンクリだこれ。うん、こんな感じになるんだ。これだと、ここまで違うと。コンクリートっぽい土、うん、そうです。コンクリートなんです。これだって。あ、面白い。粘土が違ければ、これはでもそんな。これはそんな変わらない。うん。生粉。うん、生粉。あー、でもまあ、わかりますよね。うん、でもそれ限界じゃん。うん、まあ、
結構くすんだ感じなんだよね、これ白で。これ中が土が違います。土が違うんだ。なんか古い感じが出ますね。あ、そう、これ一層さんの土。あ、そうなんだ。一層さんにもらった。もらった。あ、私がこう畳んだやつだ。スカイブルー。スカイブルー、あ、こんな感じなんですか。全然スカイじゃない、うん、あ、そっか、スカイブルーって書いてあるだけでスカイブルーじゃないんですよね。スカイブルー。でも、ちょっと大丈夫ですか。大丈夫、なんか面白いですね、色。いいね。私の方が多くない、大学の方。いや、ちっちゃいからじゃないですか。小さいからですよ。小さいから、うん、これ小関さん、私が作ったやつ、大学のバッチ。いや、これいいね、これ。その土目いいですよね、うん、はい、落としちゃった。中まで、うん、薬が中まで、うん、本当だ、落としちゃった、ごめん。でも透明だから、水はけがちょっと悪いってことですね。ああ、ごめん、ね、でも言わなきゃ分かる。言っちゃったもん、ね、カメラ興味持っちゃった。作ったよって終わっちゃったです。ちょっとよく見えるように置いてね。椅子にいる時じゃないとダメかもしれない。はい、いいんじゃないですか。良さそうですか。はい、特におすすめをじゃあ教えてください。だから石田さんの紹介しましょうよ、うん、やってないですか、動画で。で、これがジータですか、うん、で、こういうセット、うん、ってことですよね。これじゃ大きいか、ね、で、ジータにも旧マークが入ってると、うん、で、後ろ楽観と、後ろは小関さんの楽観と盆栽Qさんの漢字バージョンね、新たに作ったやつ、自分のはこのマークですね。そうですね、だけ、はい、ですのセットと、まあ、エバチもあって、うん、エバチ2個だとね、2個だけ先着2名様、はい、と、いろいろあるのか、まあ、まあ、使いやすいやつが多いね。そうですね、こういう感じ、あ、追加できた、ね、前回これは土が違う。これは自分が植えたやつですね。これも数少ないですね。これ良かったよね。これ良かった、植えてみて、うん、大量生産ですか。いや、それはじゃないですけど、Qさんあれですけど、大量生産、盆栽Qの楽観を押さなければ、うん、あの盆栽Qで通販やりますよ、うん、はい、え、押した方がいいんでしょ。押したらだって僕買い取らなきゃいけなくなる。そういうことですね、うん、じゃあ、ハンコ押しちゃえば買い取ってくれるんだ。そういうことじゃない、うん、ちょっと今躊躇してますよ。ダメダメ、まあいろいろ使いやすい鉢ですね。ね、自分とはちょっと似たようなあれか、うん、まあ、形は一緒だから型が一緒なんです。こういうね、味のある感じもあるんで、いろいろ組み乗せても可愛いよね。そうですね、だから組み合わせは自分で決めてもらってって感じですよね。で、これがQさん、はい、これは違う。これギアいくらで売るんですか。ギアは3ですか。いや、持ってくんですね。それとか可愛いよね。これ可愛いですね、うん、でもこれいらないよねって話してたんですよね。そう、裏の方が可愛い、ね、こっちの方がね、ポップな、ね、感じの感じ、うん、これもいいじゃないですか。色いいね、これも色いいですよね。なんか貫入になってるね、うん、中が貫入、貫入でしょ、ヒビヒビな感じ、うんうん、そうです、いいね。独特なのもあります、こういうね、2色使ったやつとか。そう、これがいい、木目が張り付いているような、どう使うかはまあその人次第ということです。はい、これは自分の楽観しか押してないやつですけど、うん、Qさんにプレゼントしたんで、あ、じゃあこれも、はい、販売してください、うん、いくらぐらいですか、これは。お任せします。わかりました。じゃあ、多分この動画が出る頃には今週末かな、東神フェス9月の16、17、18でこれ販売しますので、ぜひとも皆さん買ってください、はい、お願いします。買ってください。はい、ありがとうございました。